はい、どうもめちゃねです。本日私はですね、秋葉原駅の方にやってきておりまして、今しがた庭のホテルの方からね、こちらの方に移動してきました。これからね、野村不動産系列のホテルでですね、能賀ホテルさん、秋葉原の方にね、チェックイン手続き向かっていきたいと思います。ということで、めっちゃ暑い、早速ね、向かっていきたいと思います。行ってまいります。今日ね、日曜日ということもあってですね、秋葉原は歩行者天国ですね。そうですね、こんなのありましたね。はい、結構ね、やっぱり人は多いですね。だいぶ賑わってる感じです。はい、到着いたしました。ということでね、チェックインしていきたいなというふうに思います。はい、レストランね、めちゃめちゃおしゃれな感じでした。ホテルの受付はね、2階というふうになっております。はい、ということでね、チェックインが無事に完了いたしました。本日はね、8階のお部屋となっております。やっぱりね、めちゃめちゃおしゃれな感じですね。はい、こちらがね、8階となっております。左手がね、812-816となりますので、こちらのね、ここに86000に向かっていきたいと思います。結構のつきがあって、ただね、廊下も広い、いい感じですね。はい、本日はこちらのね、806号室となります。なので早速入っていきましょう。お、非常にコンパクトな感じですね。はい、入っていただいて、まあこのぐらい、まあ、平米数はね、やっぱ18平米ぐらいなので、まあこのぐらいっていう感じでしょうね。はい、いかがでしょうか。消防とはね、後ほど見ていきたいなと思います。でもなんかね、めちゃめちゃおしゃれですね。なんかおしゃれなね、めっちゃおしゃれな友達の家にやってきましたっていう感じですね。じゃあ玄関の方にね、戻ってみていきましょうか。はい、本日はですね、エレベーターホール出ていただいて、すぐね、右手のこの806号室の部屋、ここのフロアでも一部屋、これお部屋だったらめっちゃね、大きいお部屋がある感じでしょうかね。はい、で、これがおしゃれですね。起こさないでくださいとかね、掃除してくださいっていうのがレコード版になってる感じですね。はい、で、なんだろう、メタリック調の扉にこのゴールドのね、金具が利用されていて、非常に高級感がある感じします。で、カードはね、差し込む必要がなくて、電気はね、つけていただくことができるという感じですね。はい、で、上の方にはクローゼットがね、ないので、まあやっぱり壁を利用してコートだったりジャケットとかをね、かけていただけるような形になってます。で、こちらにシューブラシだったりとか、靴べら、そしてね、スリッパなどがあります。で、荷物を置く台がね、こちらにございますという感じです。ちょっとね、スリッパ、ここで開けてみたいと思います。はい、スリッパね、こんな感じ。これもね、めっちゃモフモフ。ブラウンで、おしゃれ。なんだろう、野村系のホテルさんは、庭のホテルもそうですけど、すごいね、このぐらいのクラスでも、スリッパがめっちゃしっかりしてます。はい、ちゃんと滑り止めもついてて、いい感じです。はい、ということで、続いてですね、入っていただいて、右手がですね、水回りでしょうね、こちらね。はい、その通りです。あ、こちらはね、一応バストイレは別になってますけど、まあ、シャワールームしかないっていう感じですね。はい、水回りはコンパクトにまとまってます。はい、このようなね、ウォシュレットがついておりまして、ここら辺もね、艶消しブラックで非常におしゃれですね。はい。そして、シャワーがね、こんな感じになってまして、レインシャワーとね、ハンドシャワーがあるタイプになってます。なんだろう、ここのね、素材がめっちゃおしゃれ。シルバーともブラウンとも何とも言えない感じですね。はい。あ、で、こちらのね、アメニティは庭のホテルさんと一緒ですね。ここはなんか統一されてるんでしょうかね。はい。こんな感じのアメニティというふうになってます。いいですね。レインシャワーもしっかりレインシャワーっていう感じですね。はい。で、こちらなんですが、上にね、回していただくと、レインシャワー、左がね、ハンドシャワーとなってます。はい。シャワー出していただくとね、まあこんな感じで
まあ、水圧はね、十分じゃないかなというふうに思います。いい感じじゃないですか。はい。で、こちらがですね、洗面台というふうになっておりますが、こちらの方は、なんだろう、これ、めっちゃおしゃれ。すごいね、重厚感あるんですけど、すごい軽い感じです。あ、ここにね、アメニティ類が入っているという感じですね。ちょっとね、中見ていただくことできないですけど、おそらく歯ブラシとかね、はい、キャップとか、ゴムとかね、そういったものがあるんじゃないかなと思います。はい。で、鏡なんかもね、非常におしゃれな感じですね。おぉ。うまく戻らないですね。はい。こんな感じでコップ類があって、鏡もね、こんな感じで非常におしゃれですし、この電球なんかもね、いい味出してますね。はい。で、これなんだろう。あ、これゴミ箱なんだ。面白いですね。で、下にタオルがね、このようにあって、こちらにね、ルームウェア、浴衣みたいなルームウェアですね。ございます。これもなんかおしゃれですね。はい。で、ドライヤーがございます。ドライヤーの方もね、ちょっと開けてみたいと思います。はい。ドライヤーがですね、こちらのサロニア製のおしゃれな感じのやつですね。なんかいい感じじゃないですか。なんかね、おしゃれ感出てますね。はい。入れ物なんかもね、非常におしゃれな絵が描かれております。はい。まあ、水回りね、シンプルですけど、十分じゃないかなと思います。で、出ていただいて、こちらのね、主寝室の方に行く感じですけど、姿見の鏡がね、このようにドーンと上から下までね、あるという感じですね。で、こちらですね、一応ね、間仕切りしていただくことができます。こんな感じのね、ウッドのいい感じじゃないですか。はい。で、主寝室入っていただいて、入っていただくとね、まず椅子があります。で、今回はね、こちらのダブルサイズのベッドという感じになっております。はい。照明はもうこれでね、多分ついてるのかな。はい、どうなんでしょう。まだかな。で、こういったね、ベッドサイドのコントローラー。まだ、あ、こうやってつくんだ。エントランスとかね。今、エントランスは消えちゃいましたね。ルーム1。はい。こんな感じですね。あ、これでね、電気がつきました。はい。ここにはね、USB-A が1箇所と、コンセント。そして、調光のね、コントローラーがあります。このトグルスイッチがね、いいですね。いい味出てますね。これ好きなんですよね。はい。こんな感じになってます。またね、雰囲気がだいぶ変わりますね。で、あちらの奥の方にはですね、ちょっとね、見えづらいんですけれども、読書灯の上のところに、コンセントと USB-A がね、ございます。はい。いい感じじゃないですか。すごくね、よく考えられてるなと思いますね。で、こちらゴミ箱があったりして、ちょっとしたね、こういったオブジェが飾られてます。はい。なんだろうな。非常にね、おしゃれな感じしません?ここもね、ゴールドですよ。ゴールドの照明。で、テレビの方にはね、いろんな情報がね、見ていただくことができるという感じですね。で、こちらがワイヤレスのスピーカーになってます。で、あ、こちらもね、荷物置く台があったりしますね。はい。ここがね、なんか、ベロア素材のね、滑りにくい素材が使われてて、非常にこの色がまたね、おしゃれですね。深緑みたいなね。はい。で、こちらに USB-A が1箇所とコンセントが2箇所あるという感じですね。で、こちら開けていただくと常備灯があって、これなんだろう。あ、セキュリティボックスでしょうかね。あ、面白い。セーフティーボックスがこの中にございます。はい。で、この下にはですね、お水、冷蔵庫がね、ございます。ノーガホテルという感じですね。で、こちらにマグカップとグラス類があって、ジャパニーズティーということで、緑茶がね、ございます。そして、電気ケトル、バルミューダ製のね、電気ケトルがございますという感じですね。はい。まあ、コーヒーとかはね、特にない。緑茶だけという感じでしょうか。はい。こちら、いかがでしょうか。ノーガホテル秋葉原さん。初めてね、お邪魔させていただきました。で、こちらのね、もうね、エリア的には、メイド街みたいなところだと思いますね。はい。ちょっとかなり明るいんですけど、まあ、眺望はあまり期待できないですね。こんな感じです。街中にあるといった感じですね。はい。
こんな感じで今日はね、一泊させていただきたいと思います。はい、それじゃあね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。結構ね、ここもいい感じでございます。ダウンロード下りが 94.29Mbps、アップロード上りが 101.78Mbps となってまして、まあ、サクサクね、十分利用できるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日こちら、ノーガホテル秋葉原さんの方にね、お邪魔させていただいております。まあ、ここもね、妻がね、行きたがってたホテルでございまして、今回もね、もっと Tokyo を利用させていただいて、非常にね、お得に宿泊できるようになりましたので、まあ、お邪魔させていただいてます。めちゃめちゃ安い。予約、朝食付きでですね、こちらのね、お部屋のタイプで 12,860 円なんですけど、ここにね、もっと東京のクーポンで1万円引き。さらにね、リラックスさんのポイントがね、中途半端にあって432円分利用しましたので、2428円で、一泊朝食付きでお邪魔させていただいてます。めっちゃ安い。はい。で、今ね、チェックインさせていただいた時にですね、ウェルカムドリンクの交換券みたいなね、はい、いただきまして、まあ、これでね、1階のレストランの方でドリンク券にね、変更。ドリンクをね、オーダーしていただくことができるということでございます。で、お部屋の中にはですね、こういったね、ノーガ秋葉原東京の、まあ、秋葉原周辺のですね、情報誌みたいなのがね、あったりとか、で、こちらがまたね、周辺のエクスペリエンスのマップだったりとかね、いろんなね、お店の紹介などとかありますね。これは外国籍の方だったりとか、まあ、地方からね、来られる方にとっては非常に嬉しいんじゃないかなというふうに思います。で、今日ね、チェックインさせていただいてですね、まあ、思ったのが、やっぱりね、おしゃれ。で、1階のレストランなども非常におしゃれなので、多分ね、宿泊者じゃない方もめっちゃ利用してます。ほぼね、満席に近いぐらい賑わっておりました。で、今日ね、夜、1階のレストランで、まあ、ピザなんかね、ちょっと頼みたいなというふうに思ってましてね、まあ、そちらの方ちょっと利用させていただきたいなというふうに思います。ということで、まあ、今日ね、ちょっとゆっくりさせていただいて、まあ、また館内散策、まあ、多分ね、あってもフィットネスとかそういったものはあるんだと思いますけど、そんなに大きい、ホテルではありませんので、館内散策できると思うところも、限られてると思いますけど、まあ、ちょっとね、いろいろ散策してみて、お届けできればなというふうに思います。じゃあね、ちょっとゆっくりさせていただいて、もう夜のね、ライブの準備なんかもね、しようかなと思います。はい、こちらがね、フィットネスルームなんですが、滞在中はね、1時間、要予約でですね、1時間限定で利用していただくことができるみたいですね。まあ、中はね、こんな感じになってますけど、まあ、十分ね、トレーニングしていただく分には問題ないんじゃないかなと思います。でこちらにはねスタジオがございます。ひょっとするとねここでライブが行われるのかもしれないですね。 DJ とかもね金曜日はやってるみたいなのでここでね楽しむことができるんじゃないかなと思います。はい、ということでね19時回りましたのでレストランの方にねやってまいりました。先ほどのねドリンクコインみたいなのねいただきました。ジンジャーエールかスパークリングワインっていう感じでしたね。でいろんなねメニューがあるのでちょっとね頼んでいきたいなと思います。結構ねありますね。お野菜だったりとか当然ピザとかねイタリアンな感じなので一通りねありますね。はい、ということで頼んでいきたいと思います。はい、シェフからということでですねこちらの野菜チップスをねいただきました。めっちゃあったかい、美味しそう。じゃあねいただきます。レイクもねめっちゃお気に入りみたいです。うん、あ、美味しい。ちょっと甘みもあってね美味しい。はい、こちらね前菜がやってまいりました。こちらねブッラータと水ナスのマリネですね。めちゃめちゃ美味しそう。ちょっとね切っていくとどんな感じになるのか気になると思うんですね。はい、でこちらのねピザなんですけどめちゃめちゃ大きい。手がねこんな感じなんですけど手よりね大きい感じなんですよね。でこちらがですねエスターテでですねモッツァレラずんだ焼きトウモロコシのパンチェッタのねピザとなっております。めちゃめちゃ美味しそうです。はい、じゃあねちょっとね切っていきたいなと思います。どんな感じなんだろうこれ。あ、なんか黄身みたいのが割れる感じじゃなかったですね。チーズなのかなこれ。はい、こんな感じです。ということでいただいていきたいと思います。はい、じゃあねいただいていきたいと思います。うん、
あ、いい感じのね、塩味。めっちゃクリーミーですね。モッツァレラチーズ。あ、でも意外と塩味が結構効いてて美味しい。うまい。水ナスのね、なんだろう、あのシャキ具合、いい感じです。うん、すごいさっぱりしてる。はい、それではね、ピザいただいていきます。めっちゃ美味しそうじゃないですか。ずんだがね、めっちゃ豊富。そしてコーンですね。いただきます。うん、うまっ。なんだろう、表現はねちょっとあれなんですけど、口に入れた瞬間湖池屋スコーンの味がします。めっちゃでもね美味しいの。ちょっとなんだろう、うまく表現できないですね。すごいね、コーンがかなりねいい香りがね広がりますね。美味しい。うん、はい、こちらがですね、エビのビスクトマトソースのパスタでございます。で、上にですね、フェンネルっていうねハーブがありまして、こちらのねお花になるんですけど、こちらもねちょっとちぎって上にかけるといい香りがするということでございます。はい、美味しそう。いただいていきます。ちょっとねこのペンネルを上にね乗っけて一緒にいただいていきたいと思います。うん、めっちゃいい香り。じゃあ言われた通り、ちょっとね花をこうやってぶっかけていただいていきたいと思います。いただきます。香りがね加わるんですけど、そもそものもうエビのねコクとエビの香りとエビのねあの味噌も絡まっててね、めっちゃ濃厚で美味しい。うん、はい、そしてねピッツァマルゲリータでございます。めっちゃ美味しそうです。じゃあねこちらもいただいていきたいと思います。はい、じゃあねいただいていきたいと思います。ちょっとね辛いオイルかけていただいていきます。いい感じですね。もうトマトの、ね、香りがめっちゃいいです。いただきます。うん、めっちゃトマトソースがジューシー、そしてチーズがねとろける。あー、まっ、やっぱね定番のマルゲリータが一番ねピザの味が分かる感じしますね。はい、こちらね農家ホテルの2周年記念ということでですね、8月からですねいろんなねイベントが行われております。はい、1日から18日はね、なんとスパークリングワインのボトルがね2222円であったりとかですね、オールワインのボトルが 20% オフだったりとかね、結構いい感じじゃないですか。レストラン利用だけでも、ね、十分美味しいイタリアンなので遊びに来るのはありかなと思います。はい、こちらねレストランのサービスということでねアイスをいただきました。ちょっとね何味か分かんないんですけどね、ちょっとねいただいていきたいなと思います。じゃあねアイスいただいていきます。まずねこの黄色のやつ1個だけ、からしとかないですね。いただきます。あ、キャラメル、キャラメルでしたね。これは、うん、ヨーグルト、バニラ、ヨーグルト、キャラメルという感じです。じゃあねちょっとバニラもいただいていきます。うん、うまい。キャラメルがね結構濃厚な感じです。ごちそうさまでした。結構ねここのパスタとかね、ピザなんかもめちゃめちゃ美味しいので、またねあのレストラン利用だけでも来るのはねありじゃないかなというふうに思いました。ということで、まあ、今日はねこのままお部屋に戻ってですね22時半からね、ライブをお届けさせていただきます。そのライブの様子につきましてはねまた上にリンク貼っておきますので、ね、よかったらそちらも見ていただければなというふうに思います。ということで、またね明日の朝朝食がねめちゃめちゃ楽しみになりました。ということで、おやすみなさい。はい、おはようございます。もうぐっすりね、眠ることができました。比較的、少しね、ベッドは柔らかめなのかな。まあ、ちょっと、レイ君をね、真ん中に挟んで、私が端っこで寝てたので、ちょっと傾いてね、柔らかく感じたのかもしれないですけど、まあ、ぐっすりね、眠らせていただくことができました。そしてね、昨日ライブの方で視聴者さんの方にね、おすすめいただいた、Bluetooth のね、スピーカー、ちょっとね、試してみたんですけど、結構ね、いい音で、心地よく、
眠ることができました。ちょっとね、音楽かけながらね、眠らせていただいたんですけど、いい感じでしたね。はい。ということで、もう朝食ね、フォカッチャ、焼きたてフォカッチャをいただけるということなので、これからね、朝食の方を向かっていきたいなと思います。行ってまいります。Here's to the good days, here's to the sorrow.スケートボード。はい、今ね席の方にご案内していただいて、昨日ね夕飯を食べたところと同じ席でございました。で今ね誰も人がいらっしゃらなかったので写真とかね動画を撮らせていただくことができました。はい、飲み物はアイスコーヒーとレイ君のブドウジュースとアイスティーをねいただきました。カップタイプでいいですね。そのままねお持ち帰りもできる感じです。はい、こちらねフォーカッチャがやってきました。めちゃめちゃ美味しそうです。熱々のね焼きたてという感じですね。そしてこちらがね冷製のスープなんですけど、フォーカッチャはね中が空洞なのでそのまま食べていただいてもいいですし、その中にねこういったお野菜だったりとかハムをね入れて召し上がっていただくのも美味しいということでした。いろいろね試してみたいと思います。じゃあねフォーカッチャ大きいいただいていきたいと思います。うん、フォーカうまっ。すごいね生地が厚めなんですけど、なんだろうな、ほんとねピザの端っこって感じです。めっちゃ美味しい。ちょっとね割って中に入れていきたいと思います。多分ねこういう感じの空洞にして入れていただくのがねいいんじゃないかなと思いますね。サラダもね中にこういったアボカドがあったりとかね、はい、入れていきます。レイ君にパパうるさいと言われましたね。なるほどね、こういった食べ方もあるんですね。なんかねめっちゃいい感じじゃないですか。いただきます。うん、うまっ。サラダのねドレッシングがめっちゃいい感じの、こちらね冷製スープです。いただきます。あ、すごい優しい味、じゃがいもかな。うん、でこのセットにねプラスで5つの中からエッグベネディクトだったりオムレツとかね選べるんですけど、今回はねオムレツと、トウモロコシもねなんか頼みましたので楽しみです。はい、そしてねこちらがマッシュルームのオムレツとですねトウモロコシのトルティージャとなってます。めっちゃ美味しそう。じゃあねこちらの方もいただいていきたいと思います。キノコ、ちっちゃいキノコにしようか。パパ、はい。あー、パパ、ちょっといいよ。マッシュルーム。どう？おとんのね。それじゃあね、マッシュルームのオムレツからね、いただいていきたいと思います。マッシュルームがね、めっちゃ薄切りになってるマッシュルームがね、上にめっちゃ乗っかってます。うん。ああいい香りが広がりますね。いただきます。うん、あ、なんか美味しい。なんだろう、すごいねいろんなものが入ってる感じしますね。美味しい。やっぱりねマッシュルーム、キノコのねコクというかうまみがねめっちゃ出てる感じです。美味しいです。じゃあこちらねトウモロコシのトルティージャいただきます。トルティージャって何なんだろう。これもなんかオムレツっぽい感じなんですけどね。あ、中にねめちゃめちゃコーンが入ってます。いただきます。うん、あ、うまっ。うん、こっちのねトルティージャの方が味がねすごくしっかりしてる感じですね。塩味がね効いてて、でもコーンがねすごく甘みが出てます。落とするとこのオムレツとかトルティージャもこのフォーカッチャにね入れていただくと美味しいのかもしれないですね。ちょっと試してみたいと思います。じゃあね、ちょっとトルティージャ挟んでみました。いただきます。うん、の中にサーモンも入れましたね。これはいいですね。うまい。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね美味しかったです。量がね意外とねボリュームがあってびっくりしました。
あのぐらいのねプレートだと食べ過ぎなくていいねなんて話をしてたんですけど、意外とお腹いっぱいでですね、結局ね食べ過ぎてしまいました。めちゃめちゃね美味しかったです。熱々のねフォカッチャで、ご自身でねサンドイッチみたいにしていただいて食べていただくっていう感じがねめっちゃ良かったですね。まあ総合的にね今回ね野村不動産系列がオペレーションしているホテルにね、庭のホテル東京さんと、ノーガホテル東京秋葉原さんの方にね、お邪魔させていただいたわけですけど、まあお部屋はね、やっぱりコンパクトですね。なんですが、非常にね、おしゃれな部分っていうのがあちこちに散りばめられていて、非常にね、快適に過ごしやすいホテルだったな、というふうな感想でございます。まあ、好みとしてはね、庭のホテルさんの一番小さなお部屋よりは、こっちの方が個人的には好き。ただ、お部屋ね、今回移動しましたので、庭のホテルさんの一つグレードがアップしたね、方のお部屋だったら、やっぱりね、デスクが使いやすかったので、あっちの方が個人的にはいいなっていうところで、まあ、妻ともね、庭のホテルさんと、ノーガホテル、秋葉原、どっちが好みかななんて話してたんですけど、本当にね、コースつけがたい。両方ね、脳の良さがあってですね、非常にね、悩ましいところでございます。はい。で、今回はですね、もっと東京を利用させていただいてですね、まあ、庭のホテルさんが9000円、こちらに関してはね、なんとね、2800円、さらにポイントを利用したので実質2400円ぐらいなんですよね。で、朝食はですね、1人つけるとなると1900円かかるので、ほぼね、朝食分ぐらいで1泊寝してしまったということで、まあ、非常にね、お得に滞在、宿泊することができたなというふうに思います。もう本当にね、ここら辺の1万円から2万円ぐらいまでのゾーンのね、ホテルに関しても今まで機会がなかったんですけど、やっぱりね、泊まってみると非常にいい。はい。またね、ラグジュアリーとはまた違ったね、良さですね。気楽さだったりもありますし、でもね、おしゃれな部分だったりとか、非常にね、考えられてるなっていう部分があって、非常にね、良かったなと思います。ここら辺のね、価格帯のホテル層も、ちょっとね、ウォッチして行ってみたいなというふうに、私自身もね、改めて思いました。皆さんどうですかね、こういったホテルご覧になりたいとかっていうのがあればね、まあ、積極的に宿泊してみようかなと思いますので、コメント欄にいただければ嬉しいです。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただければ幸いです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではホテルのね、宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関するね、有益な情報など発信させていただいております。情報のお見逃しがないように、ぜひね、チャンネル登録と、こちらのベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただければ嬉しいです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。